実際にこう選ばれましたと思った時にね、これも他の取材でも言いましたけどね、もう頭の中にある言葉が本当におかげさまって言葉だったんですよ。おかげさま。おかげさま、本当におかげさまだと思ってさ、全てがこうなんつうかうまい具合にこうなんつうかな、こう重なり合ってさ、絡み合って、こういう立場になってる、ほんまおかげさまやなっていうのがさ、河原さんがおらんかったらポリゴンおらんかったし、俺が社長になったのは2003年だから20周年を機になったわけですよね。で、来年うちはその20、あの40周年になるわけですけれど、でもその僕が引き継ぐ20年の間に、その本当にめちゃくちゃいろんなことあったわけですよ。で、奇跡的にこう生き延びてきたわけです、その20年だけでも。日は浴びてるけれども、確実にその浴びないその影にさ、いろんなのが、いろんな人たちがこうおるわけですよ、ほんまに。それはね、日本語もまたようできとんなとほんま思ったし、すごいそれは思いますわ。そうなんですね。でもしゅね、本当に修造さんはそういうおかげさまをが自分の上に重なりやすい、そういう生き様なんじゃないかなと思いますよ。ああ、重ならない人には重ならないですからね。ポリゴンピクチャーズっていう法人は、河原利文っていう創業者の、お年子なんですよね。要はその日本の企業であるけども、最初からその世界に向けて発信していくということを強く思って生み出し、18年間その一人親として教育をしてた子供なわけですよね。で、そういう子供であるから、僕が何か知らんけど引き込まれて、お付き合いすることになったし、3代目の社長になったっていうのもあるから、そもそもが俺がどうこうという以前にポリゴンがそういう存在だったんですよ。そういう生き物なんですよ。で、もう一つはもっとプラクティカルな話で、日本の市場である仕事っていうのはゲームムービーの、マーケティプロモーションムービーか、遊戯しかなかったんですよね。で、だけど我々が作りたいその長編であるとかシリーズであるとか、ラインを組んでその長尺の映像を作るっていう需要が日本にはほとんどなくて、っていうかほぼなくて。で、もうどうしようもなかったんですよ。だからただかたやアメリカを見てみると、映画はもう全部もう CG アニメーションやし、でその流れがそのテレビシリーズにも流れてき始めてると。で、その映画の世界に入り込むのはなかなか難しいかもしれないけども、テレビシリーズの世界に入るのはできるかもしれないなと思って、ほんで、2000年ぐらいからもう営業し始めたんですよ。でもこれは本当にもともと海外志向が強い存在だったっていうのと、ほんまに日本に仕事がなかったっていうのがきっかけなので、そこにはビジョンも何も別にあるわけじゃなくて、本当に生き残るためっていう。で、たまたま我々は海外とのコネクションがその河原さんの時代からあったから、そういった選択肢が取れたっていうのはあるんですけどね。ね、もともとの会社の海外向けっていう方針だったとはいえ、やっぱこれが引き継いでなかったとしても、ご自身で立ち上げられてたらもうこうなってたんじゃないかなっていうぐらい、今のボリゴンピクチャーズって修造さんの色は出てんじゃないかなと思うんですけど。ものすごく金がこの出てた時か、若干こう下り坂になったな、なるぞっていう気配があった時に、これもたまたまなんやけど、そのまず瀬下さんと瀬下さんたちが所属してた会社が、事業を継続しないっていうので、うちに足りてなかった人材が、ポリゴンに来ることになったと。もう一つ、たまたまその営業担当取締役として、僕がちょっと人を探してた時に、あるそのもともとその人来おへんかって言ってた人の紹介で、守屋っていう人間を紹介されて、で守屋が来ましたと。これが合わさったから、そのちょっと下り坂になりつつある時に、その守屋とか瀬下さんとかが、いろんな漫画原作と見ながら、シドニアやったらどうか言うて、講談社に言ったらいいと、キングさんがついてくれてっていう案件が立ち上がったんですよね。その時、その戦力、なんつうか力になりつつあった、そのストリーマーにと掛け合って、そのニッチなものではなくて、メインストリームの媒体に乗らないかんと。ほんでアマゾンとかフールとか、ネットフリックスとかに当たったんですよ。で、それでその反応してくれたのがネットフリックスだったんですよ。で、ネットフリックスもたまたまやっぱりそのアジア方面でいうと、やっぱりコンテンツその大国としてはやっぱ日本、
っていうのはやっぱ目につけてたから、うん、ちょうど彼らが本当にそう思ってた時に僕らが行って、うん、かつ、まあ、我々が作ってたようなドローンとかも流れてたし、うん、英語も喋れるしあちらのビジネスもよう分かっとうからっつって話が進んだ、うん、意外とやりたいものが先行しててそのなんかそのそれを成立させる手段としてネットフリックスと結果的につながったっていうのは僕そこはあのちょっと勉強不足だった。日本の漫画とかアニメーションとかあとまあ文化全般食も含めてね、うん、本当にリスペクトされてるわけですよ。そうですね、本当にリスペクトされてるし、うん、本当にその興味津々接したいっていう気持ちが海外の人たちめちゃくちゃある、うん、ありますね。でだけどそのアニメーション業界でいうとこれだけこのリスペクトされてるし欲されてるのに、まあ、英語の問題がほとんどだけれど、うん、外出て行ってそれをこう近あの説明する人がまあすごい少ないわけですよ、うんうん、よって、まあ、よう俺に声がかかるわけですわ。あのほんまに話日本のアニメについて聞けそうな人だから聞けそうな人ね、うんうん、まあ、ある意味僕あの英語で言うとサードカルチャーキッドっつってその第三文化って言うんだけどその2つの文化をあのまたがっとうからその第三者的に見とるということができとうからまあ俺はある程度見えてると思うんですよ、ね、その観点からそういう方々に分かるように説明多分できるのね、うん、でそういうのはやっぱ説明したいんですよね、うん、すごく誇りだしありがたいし、うんうんうん、まあポリゴンで言うとねポリゴンで言うとその我々はまだそのハリウッドバジェットの映画が作れたことがないと、うん、でそれは僕がこの業界に入ってくるきっかけでもあったわけですよ。やっぱそれはでうちのまあ社員とかスタッフとかもやっぱそれは一つのまあ夢としてずっと持っとうし、まあ、俺もずっと約束しとうしいつかアカデミー賞取ろうな言うとんねんけど、うん、これも何もずっと言うとんで、うん、まあ、リオデーが多分3回4回ぐらい作り直してるわけですよね。ああそうですね、うん、でそれによってまあ最終形にも行くけど日本は1回作れたら万々歳ぐらいのこう予算でやっとうからまあ、ね、あの終えるところまで終える、うん、満足するところまで満足するぐらいまで終えるぐらいのなんかバジェットでしかも大画面で作れたらいいなっていうのは思うんですけど、うん、そのハリウッドバジェットのコンテンツ作りはハリウッド以外ではあんまなされてないじゃないですか。なんかそれをね、そういう大国だけではなくてこういう国にもなんかそういう波を起こしたいとかね、いやもうそれはなんか、うん、もうまずやってくれるのが修造さんしかいないなっていういやいやあれはありますね。ああいう数字でやってみたいですよね、うん、日本を中心とした会社であるからこそできるその感性で持った物語ってあるんですよ確実にね、うんうん、だからそれは僕のキャリアの中でやり遂げたいなというのはまあ本当はもうこれは全然アニメに限らずだけどあの僕は本当物を作れないからやっぱ作ってる人たちに対するリスペクトっていうかようこんな細かいことに気遣ってこんな何時間もかけるわともう驚きしかないわけよ、うん、でもそのクリエイティビティに対するすごくリスペクトがあってでそのクリエイティビティってあの別にアニメーションに限ったことじゃないと、うん、要は人の感情人がどのようにそれに対して感応するかっていうことを司るってすごい力を発揮してるわけね、うん、で特にアニメーションにおいてはゼロから何一つこうないものを何もないところからその人の感情を揺さぶるものを作るこの行為ですげえと思ってて、うん、でアニメーションに限らずこれからどん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 やっぱそのあらゆるサービスにしても商品にしてもやっぱ感情人の感情を揺さぶるっていうことが一番重要な項目になると思う、うん、僕らの能力っていうのがやっぱ世の中もっと多分広く必要になってくると思うんで、うんうん、そのなんつうかブリッジ、的なこともしたいなというのはすごく思います、うんうんうん。